こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の8月1日を4時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 66.7 ということでですね、ちょっとね70円台キープしてほしいなというところだったんだけど、また60円のねちょっと真ん中辺まで、落ちてきてしまってます。これ15分足だともう下がってるとこしか見えない。はい、4時間で見ると、1日かけて落ちてきたというのがよくわかりますね。はい、72円から66円台まで落ちてきたと。で、これ月足にすると確かにね、7月は、陽線で終わったんだけど、こんなにね、大きな陰線スタートという感じになってしまいました。まあ、ここをね超えずに、まあ、踏ん張ってくれればね、まあ、反転の一番下あたりになってくれて、気持ちよく上がっていってくれるのかなというふうに期待したいと思います。ではツイッター見ていきます。はい、ツイッター今日は小玉社長ですね。小玉社長ってあんまりツイート多くないかなっていう感じがしますけど、力添えいただきありがとうございます。日本のADAユーザーに多くの取引機会を提供できることを嬉しく思いますと。何を言ってるかというと、 SBI VC トレイですね。SBI VC トレード、SBI VC、英語で書いてあるだけか。取扱銘柄ついに12種類に、時価総額合計ナンバーワンということでね、8月17日から一気に5銘柄の取扱い開始、ADA、カルダノ、いいですね、ドジコイン、ステラルーメン、テゾス、ソラナということで、めでたく SBI、こちら、どうですかね、まあ、大手なのか準大手ぐらいですか、ちょっと私分かりませんけど、まあ、少なくともね、この SBI という名前のあるところに上場されたっていうのは非常に大きいなというふうに思いますね。はい、まあ、ずっと、まあ、私の動画を見てくれている方いたらお気づきかもしれませんけど、SBI の、北尾社長の、決算の話とかね時々拾ってるんだけど、まあ、あの方が、仮想通貨、もともとね銀行、野村証券とかやっていて、で銀行やっていて、で地方の、ね、銀行だとか新生銀行だとかね、まあ、いろんなもう経済金融界全体を、まあ、ビジネスやりながら立て直していくとか、進めていくみたいな感じがあって、まあ、そこがいいなと思って見てたんだけど、まあ、そこでこの ADA をね取り扱ってくれるというのはちょっと個人的にも嬉しいところがあって、最初に取り上げました。はい、こちら SBI のホームページですね。はい、で、どう説明しているかというと、いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。17日から、この5銘柄を取扱い追加し、取扱い暗号資産は12銘柄となり、取扱い暗号資産の時価総額合計は業界ナンバーワンとなりますので、お知らせいたします。ナンバーワンなんですね。はい、で、ADAの説明があります。カルダノは2017年9月29日に発行が開始されたプルーフ・オブ・ステークのブロックチェーンプロジェクト、カルダノのネイティブトークンです。ウロボロスというコンセンサスアルゴリズム、アランゾと呼ばれるスマートコントラクト機能を有していることなどが特徴で、現在はレイヤー2スケーリングソリューション、ハイドラの開発に取り組んでいます。ということで、ちょっとなんか、クロートっぽい説明な気がします。はい、まあ、いずれにしてもね、ありがたいなと思いますので、自分もここ、なんだっけな、合併する前の口座をなんか持ってたような気がするので、そこでね、使えるようになると非常に嬉しいな。まあ、細かい金額で、ね、買い増しとかも、できるのかな。またこれも、まあね、ちょっとだんだん使ってみたいなと思います。はい、ADAラボさん、救世主カルダノとは基本仕組みを解説、ADA初級編ということで、こちらが、はい、カルダノの解説動画ですね。はい、見ましたけど、非常に分かりやすかったです。で、この方は、クリプトのね、関係をたくさん出されていて、週1ぐらいで出すというふうにどっかに書いてあったと思いますけど、分かりやすいのでね、ご覧になっていただければいいかなと思って、入門用ということなので、誰かに紹介するのにちょうどいい動画かなと思いました。あ、初級編か、初級編ってありますのでね。はい、あと、千原さんも動画出してますね。バジルに関するいくつかの簡単なコメントというか、5分ぐらいだったと思いますけど、ちょっと英語なんで、いける方はね、ご覧になっていただければいいかなと思います。はい、渡辺聡太さん、社説、Web3 を経済成長につなげよう、日経と。はい、こちらですね、日経、もう日が過ぎているので、8月2日の朝刊で、の記事なんですけど、日経がね、大きく、社説で取り上げてくれているというのは大きいです。ただ、まあ、書いてあることはパッと読んだけど、大したことなくて、Web3 というのが出てきてとかね、言ってますけど、ちょっと私、さっと目を通したら、もっといいのがあったな、記事としてね。はい、それがこの記事ですね。
仮想通貨の両替機が復活ということで、4年ぶり東京大阪に設置と書いてあります。暗号資産の自動両替機が約4年ぶりに国内に設置される。仮想通貨交換業のガイアが東京都と大阪市の2カ所に設置し、8月の上旬、もうすぐですよね。すぐというかもう8月入ってますからね。もう始めるということです。2018年1月のコインチェックによる仮想通貨の巨額流出事件をきっかけに街から消えていたガイアが設置するのは、仮想通貨自動販売機で自動両替機 BTM と呼ぶんですね。はい。で、貨幣両替機メーカーのグローリーと開発したビットコインやイーサリアムなど4種類、あと2つなんでしょうかね、の仮想通貨とその場で BTM に送付すると1000円単位か、で日本円の出金ができる。そう、あとここなんですよね。手数料が 20% 使う人いるんかいっていう感じなんだけど、利用にあたってはガイアで口座を開設した上で、受け取る専用カードが必要になる。ちょっとここもちょっとめんどくさいな。日本では17年から18年にかけて仮想通貨の両替機が登場したが、18年1月にコインチェックがハッキングにより巨額の仮想通貨を流出させたことで、金融当局がセキュリティ管理などの基準を引き上げ、撤去が相次いだということで、はい、この頃にあったんですね。そうか、まあ自分ちょうどね、仮想通貨の世界に入りたっての頃なので、まあそんなとこまで知らなかったんですけどね。はい。ガイアは仮想通貨交換業の登録を21年に終えており、交換業者と同等のセキュリティ基準で市場に参入するということで、まあイントロなのでね、まあこの 20% とか東京と大阪だけっていうのもだんだん変わっていくと思うんですけど、ちょっとね期待したいなと思いますし、東京大阪ならね、まあ、見れる機会があると思いますので、またね見たら報告しますけど、でまあその前に皆さん見るでしょうね。はい。まあいずれにしても楽しみにしたいと思います。はい。なんか今日の朝刊はね、仮想通貨関係が多いですね。公式 DBC だし、あと他のところにもタイのね、仮想通貨の債務諸行銀行の話とか、なんかいっぱい、ありますので、ね、ちょっと日経読んでる方は、ぜひ、注意してみていただければと思います。はい。ミスタービットコインさん、そこをティファニーがクリプトパンク、保有者向けの NFT コレクションを発表ということですね。はい。ちょっと私、ティファニー自体は興味ないんですけど、これがね、また、仮想通貨のブームに火をつけてくれるといいかなと思います。はい、あともう一個。香港科技大学が世界初のメタバースキャンパスを立ち上げる計画を発表。授業料は思いっきり安くしてくれということでね。はい。まあ、香港の、なんだろう。香港、まあ、愛知県もありますしね。香港とかこういうの進んでそうですよね。まあ、東大も前ちょっとね。ここに似たような話がありました。いろいろ出てくると思いますので、ね、使ってみたいと思います。はい。NFT 情報コレクターさん、千葉の神社1年でバーンするプログラマーのお守り NFT リリース。実際のお守りを何て読むんだろう、1年で炊き上げ、新しい NFT に変化する、神主さんによる、ご投入済み、フロアプライス下落、何て読むんだろう、ウォレット安全盛りなど10種0.005 イーサで発売。はい。これいいアイデアって、もうやってるのかな、これくらい。何がいいかっていうと、私が思ったのは、これを買って、もう一回こう納めに行ったりしますよね、1年後とかに。で、それを忘れずに、こう、スマホでね、しっかり、バンスするっていうのが分かんないけど、できるっていうのがいいかなと思いますし、なくさないし、ね。はい、非常に僕はいいアイデアだと思いますね。はい、なんか広がりそうじゃないですか、これ。ね、体の出会ってほしいですね。はい。コイン海外速報。ビットコインバレーがホンジュラスの街にオープンし、観光客を魅了することを期待しています。ということでね、エルサルバドルじゃなくて、ホンジュラス、どこやねんって感じなんですけど、はい。中米ですね。はい。なんかお決まりの位置というか、そんな感じなんですけど、で、エルサルバドルがこっちで、ホンジュラスがこっちということで、隣なんですね。はい。ちょっと日本語訳がね、自動ですけど見ていきます。ホンジュラスは世界中から暗号投資家を引きつけるために、国の活況を呈するサンタルチアの町でのプロジェクトであるビットコインバレーの根拠を打ち破りました。ホンジュラスは地方自治体による支払い方法として暗号通貨の使用を促進する最新の中央アメリカの国です。ロイター通信の報道によると、サンタルチアの様々な企業は現在ビットコインを支払いとして受け入れていますということも進んでいるということですね。
ビットコインバレープロジェクトは60の企業がトレーニングを受け、製品やサービスを販売するために暗号通貨を採用することを目標としており、これらの慣行が地域のさらなる企業に広がることを期待しています。サンタルチアホンジュラスの首都テグシガルパから車ですぐですと。はい、負けてはならない。ホンジュラスは独自のビットコインハブを建設。ホンジュラスの最新の発表は、隣国エルサルバドルが法定通貨をビットコインにしてから約10ヶ月後に行われた。エルサルバドルはまたその金庫に何百万ドルもの BTC を持っています。エルサルバドル BTC が法定通貨として合法化された後、観光業は約 30% 増加しましたと。それにもかかわらずビットコインの価格の最近の下落を考えると、国は特定のハードルに直面していますと。いうことで、あとちょっと下の記事はね、割愛しますけど、まあ中米かでね、盛り上がっているということですので、はい、またいろいろ記事が出てくるんじゃないかなと思います。はい、では値段に戻りまして、 66.59 円ですね。 14,012.9×66.59 で元本が10万円ですので、計算しますと、833,119円のプラスということになりまして、はい、833.1% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。